いやー懐かしいっすね。尾道ですよ皆さん。ここ見てください。ここから尾道が一望できます。尾道水道があって、向こうには尾道大橋があって、いやすごい懐かしいな。今いるのがですね、千光寺山頂公園にある新しくできた展望台ピークという場所に、います。尾道帰ってくると、ここに来るとこう一望できるんですごく落ち着きますよね。で、まあ、岡山の、ね、皆さんにもこれをご覧いただけて嬉しいなと、思います。まあ、今日はですね、尾道観光大使として僕が尾道を案内したいと思います。まあ、まず尾道に帰ってきたら、まずここは行かなきゃなという、場所を、皆さんにご紹介していきたいなと思います。それではロケ9。薄ピンクですね、薄ピンク。おー来ました、うらら。手島 P の楽曲と同じ名前の車両、うらら。岡山とビンゴエリアをつなぐうららに運命を感じつつ、岡山駅を出発。沿線の福山駅で途中下車しました。鉄板が貼ってある、リニューアルした福山城を堪能した後、再び電車に乗ってさらに西、尾道へ向かいます。尾道市は古くから港町として栄えてきました。有名な映画や小説の舞台としても知られていますよね。そんな尾道で手島 P が行っておかなくてはいけない場所とは。はい、ということでお参り済みました。ちょっとね、見てほしい景色があるんですよ、こちら。めっちゃ綺麗じゃないですか。まあ、さっきのね、展望台ピークとはちょっと違った、ちょっと近めに見えるんじゃないかな。赤い舞台作りの本堂が有名な千光寺。境内からは尾道水道や街並みが一望できます。寺巡りとかがこう有名な地域で、結構昔からね、こう貿易とか港町として栄えた場所なんで、まあ、千光寺さん含めいろいろ楽しんでもらえたら嬉しいなと思いますね。あ、手島さん、はい、こんにちは。あ、こんにちは、はい、お世話になってます。はじめまして。はい、確かにはじめましてなんですよね。そうです。写真集とかでもこうお世話になってるんですけど、実はご住職さんお会いするの初めてなんですよ。本当にね、はい、不思議なぐらいご縁が今までなくてですね。そうですよね。まあ、ご縁はあったんですけどお会いできなくて、はい、はい、いずれもわしが留守でして。あ、確かに、はい、確かに確かに。写真集の撮影など、手島 P と千光寺には朝からぬ縁があるのですが、なぜか毎回住職とは入れ違いに。ようやく会えました、はい、まあ、初めましてということで、千光寺さんはしかも縁結びということですよね、はい、あ、そうですね。もうここで縁が結ばれました。はい、はい、ありがとうございます、ようやく確かに、はい、いやでもやっぱ最高ですね。そこでも景色見させていただいて、はい、やっぱりこう日本遺産にも選ばれてるの、うん、景色が非常に近いので、うんうん、何かこう箱庭のように見えるということで、こう非常に楽しい、見ていて飽きないような景色だと思います。そうですよね、はい、っていうかめちゃくちゃ今絵馬ありますね、これ合格祈願。そうですね、合格祈願が多かったんですけど、はい、やっぱり千光寺、まあ、縁結びも多いということで、はい、ハートの絵馬がこっちにたくさん、これはまあ実はうちの娘がですねデザインして、はい、オリジナルで。かわいい。せっかくだったら僕もじゃあちょっと娘さんがデザインしたあのハートのやつ、はい、ありがとうございます、書かせていただこうかなと思うんですけど、はい、ぜひ、はい、奉納ください。どうしようかな、縁結び。今回の旅で住職との縁は結べた手島 P、 次に結びたいご縁とは。ほい、いいじゃないですか、瀬戸内海とのご縁が増えますように。瀬戸内とのね、尾道もそうですし、岡山も香川もね、こうご縁が増えますようにということでお願いします。尾道は駅のそばから始まる長い商店街があり、山側には趣ある小道、海沿いには遊歩道が整備されていて、車がなくても歩いて散策できる街、電車旅にぴったりです。はい、皆さん次はここです、唐沢。ここのアイス美味しいんですよ。例えば運動会が終わったりとか、なんかそういう頑張った行事ごとの後にこう親とかがこう買ってきてくれたりとか、おばあちゃんがこうご褒美で買ってくれたりしたのがここの唐沢のアイスなんですけども、まあ僕自身も写真集とか
でこう撮影とかでも来させていただいてた場所なので、また戻ってこれて嬉しいです。早速じゃあ行ってみたいと思います。手島 P が案内してくれたのは昭和14年創業のアイスクリーム店唐沢。優しく懐かしい味の卵アイスが看板商品ですが、この日はおすすめのメニューを。はい、はい、どうぞ。クリームぜんざい。クリームぜんざいです。ありがとうございます。久しぶりに食べるかも。基本的にはいつもモナカをいただいてたので、はい、クリームぜんざいやっぱりおすすめですよ。時期的にもそうですね。そうですね、はい、いただきます。はい、うん、これです。美味しい。 ありがとうございます。もう変わらない美味しさ。今ちょうど千光寺とかこう回ってきたから、すごい暑いタイミングでのこれはもう神ですね。あんことの絡みがこう最高ですね。卵アイスがね、本当に唐沢さんのなんかこう代名詞というかもうイメージ。そうですね、昔からずっと。そうですよね、はい。この卵アイスってちょっと普通のお店と比べてこだわってるところとかあるんですか？そうね、卵はこの広島県のセラというところの卵を、もう普通のバニラの2倍ぐらい入ってます。あ、そうなんですね、はい、それで名前が卵アイスと。あ、だからか。はい、でも唐沢さんイコール卵アイスなんですよ、尾道市民の中では。しかも海がね、すぐ近くにあるから海とかこう眺めながらも食べれますし、海岸に行ってこうモナカとか食べる方も多いですよね。手島 P ご一家をはじめ、尾道市民に長年愛されてきた唐沢のアイスクリーム。今のオーナーは3代目です。時代が変わっても愛される店を守ってこられたのは歴代オーナーの努力の賜物でした。初代の頃から同じ味なんですか？そうですね、大体同じなんですけど。あ、そうなんですか。当時はもっと甘かったのをだんだんやっぱ時代に合わせてちょっと控えめにしてますね。ちょっとずつ変化させてって思うんですか？はい、こう時代に寄り添って味変えてる中で、はい、今のこのオーナーさんがこう作ったこう新メニューとか新しいメニューってあるんですか？抹茶が入ったアイスクリームがあって、それでクリームぜんざいの抹茶の味とか。あ、アイスが抹茶になるんですか？そうですね。あ、絶対美味しいですね。冬場がやっぱり暇になってくるから、それでちょっといろんなことをしてみよういうので、それでだんだん増えてきたような。今月から4月までは期間限定でさまざまな味のアイスクリームが登場しますよ。今回いただいたのは冷たいぜんざいでしたが、秋からは温かいぜんざいも。もう離れて、尾道離れて10年以上経ちますけど、まあ、東京でこう夢を追いかけてる身としてはこう変わらないこうお店がずっと美味しい味を守ってくれてるっていうのはすごい嬉しいですね。ほっとする。地元帰ってきて、はい、食べたら、ああまた頑張ろうって思える場所ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。場所を変えましてアイスモナカを片手に、唐沢さんがこう置いてるね、この手作りアイスクリーム、唐沢さんのベンチで、海バックでいただきたいと思います。お店近くの港には先代オーナーが旅人に憩いの場をという思いから設置した唐沢ベンチがあります。海の近くでこう食べれるっていうのがいいですよね。聞こえます、この潮の波の音。いい感じに入ってるかな。これがね、落ち着くんですよね。今海風もちょっとひんやりしてきて気持ちいいんですけども、いただきたいと思います。あ、うまい、うまい。この本当卵アイスの純粋なね、甘さと美味しさをね、シンプルなモナカが一番感じられるかなと思います。俺これが一番好きだな、やっぱり。でも今回、岡山から三原をつなぐ、うららというね、車両を乗ってこう電車旅と題してね、旅をさせていただきましたけども、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。まあ、僕個人的にはすごくゆかりのある福山、そして尾道2カ所をね、回らさせていただきながら、まあ岡山とこう尾道をつなぐ電車ということで、車両の名前もね本当にご縁があったので、本当にありがたい企画だなと思いました。僕としてもすごい観光大使として尾道の魅力を皆さんに知っていただけたかなと思いますので、ぜひ皆さん、うららに乗って、岡山から三原間、まあ、尾道までですね、遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。今年7月にデビューした JR 西日本の新型車両うらら、現在岡山駅発着の4つの路線で運行しています。
最新技術を駆使した新型車両をご注目ください。